ん？学校の自転車借りてきた。後ろ乗りや。いらん。お前、あのキモいマイティーブっていうのやめろ。なんでよ。なんでもええからやめろ。ええやんか、別に人の勝手やろ。ええことあるか。なんやねんあれ、俺への当てつけか。当たり前じゃこの野郎。どっかのミジンコが言いたい放題言うてくれるからな。言いたい放題はどっちやねん。好きだのやめるだの散々わめき散らしてほったらかしか。何それ、なんで私がそんなこと言われなあかんの。だいたいあんたが腹立つねん。何がよ。だから大谷君、いつの間にかいなくなってたからびっくりしたよ。さ、家まで送ってくよ。いりません。そう、じゃあ小泉さん送っていこうかな。え、小泉は今から俺をチャリで送っていくという任務がある。あんた何言うてんのよ。今いらんって言うたやんか。うっさいな。へえ、そうなんだ、うん、言うとっけどな、こいつの好きなんは俺や。お前みたいなやつ全然好きちゃうねん。行くで。え、ちょ、はよせ。なんあんた。勝手なことばかり言わんといてよ。うん、私あんたなんか好きやないもん。やめたもん。うん、大谷の考えてることがさっぱりわからん。こらー、二人乗りはどこをやんやと。またんかい。